りしましょう。ワールドマジックカップ2017決勝戦、ポーランド VS 日本、歴史的瞬間を絶対に見逃さないでください、それでは方々もどうぞよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。日本、はい、さあ73チームから始まったこのトーナメント、残りは2チームになりましたね。ねえ、サバイバルレースを勝ち上がってきたのはポーランドと日本予選ラウンドのね、順位が悪くてずっと後手番を踏んできたポーランド、また最後もこの後手番、ずっと下克上してきたポーランド対、後手番をね一回経験した日本ですが、そこをしっかり覆して、はい、ここもまた下克上してきたね、日本。果たしてどちら、もう本当に多分ね両者の実力が白昼してると思うので、はい、もうこの熱い戦いどうなるか、しっかりね皆さん見届けていただけたらと思います、実力が白昼している中、先手番を取れた日本は、ほんの少しでありますが有利な状況でゲームを迎えられるのではないかというふうに思います。さあ安岡さん、1ターン目ソンコンマ同士といういいスタート、対するはピョートルさん、青白サイクリングデッキ、1ターン目から動いてくるのデッキではありませんが、タップイン、はい、タップイン土地を処理してターンエンド、ボーマットの、ボーマットが一番いいんですが、はい、ソンコンマ同士も1ターン目から動けるという点では悪くないですよね。先手ということもあって、これは 1,2 の非常に素晴らしい動きになりました、はい。さあここからですね、サイクリング側はもう細かな除去がないので、この3点にはちょっと付き合っていかなきゃいけないんですよね。ここは訓上までにいかにそのか、あれですよね、パス、あの、漂着、はい、残骸の漂 着, 着, 着までにいかにそのライフをその食らってゲームが保てるか。さあここはあれですね、あのセンサーをケアして、検閲をケアして暗1枚出さなかったですね。なるほど。でフェロキドンから入って、はい、まあ、打ち消すならどうぞと墓地に置き立て、検閲を、はい、プレイされて、速攻クリーチャーの方がその残った時の価値が高い、総合的立ての方が高いと思ったので、ここは1回フェロキドンにあのセンサーを打たせて、はい、次のターン暗1枚出すというプランをおそらく取りました。なるほど、はい。さあ対してピョートルさんはもう早い段階でフルタップ、ドレイクの休息地対して安一もですね。そうですね。安岡さんここで土地引けなかったですね。6点ダメージを叩き込んでターンエンド。さあここでセトルがあるのか、なんかセトル映ってたので引いたのかな。残骸の漂着。先ほどまでは手札にはなかったと思うんですが、見ますがどうでしょう。これ安岡さんちょっと悩ましいですよね。セトルがあるとすると、ちらつきますね。4枚入ってますし。セトルないですね。ないのでできれば、ただあの英文の土地もね、ドレイク土地もね。エンチャントは、あの最アン一番に非常に強いカードなので、一応ショックは持ってるスキル。これはセトルをケアした上で、まあ、一番打点が入るパターンを選びましたね。はい、まあ、ケンラはあのリムーブされてしまうとちょっともったいないので、そうですね、使い回せる点を生かしたいと、はい、サイクリング、おそらくですが、これは安岡さんブロックまで生かせると思いますね。おお、いや、ここは、はい、2万円サクハクあるんですね。はい、サクハクでドレイクを、まあでこれで何か出てきたらショックまでいきますね。そうすると6点入るのでライフ1までいきますね。はい、1、さらにヒエログリフサイクリングからで1までいけば、一応見た目では勝つカード入ってないんです、勝てないんですが、まあ、かなりでかいですよね、はい、ショックでドレイク落として、ここでもし勲章打たれたとしても4でアンチも走るのでまた1までいきますよね。さあ果敢込みで合計6点ダメージを与えて、残りライフがピョートルさん1点、ドロー、やや祈るようにドロー。本来はここ勲章がいいんですが、勲章がないので、はい、セトルもないので、ただリンディングフェイスがありますよね。リンディングフェイスあります。リンディングフェイスあるので、新たな進行ですね。でライフ回復7までいけますよね。7まで出してトークンまでいけるので、まだ絶望的な状況ではないですね。ここ土地を引きましたね。はい、4枚目のランドをゲットして、さっきのターンセトルないさそうに見えたんで、これちょっと行くんじゃないかなって気がしますね。フルパンね、仕掛ける可能性もあると。1回セトルあったらセトルからの、ま、打つ、そう、打つと思うんですよね。打った後にトークン出してた方が余裕がありますね。手堅く守れるのに、そうしなかったってことは、まあ、セトルないんじゃねえかなって今ちょっと安岡さんちょっと考えてるかもしれないですよね。少なくとも先ほどのターンまでは持ってなかった可能性が、これセトルなかったらもう7、6点ゲージで打つしかなくて、7になって、
うん、あ行きました。ただアインチも行かなかったですね、テルダロ、うん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 、セトルここで3枚食らってもまだちょっと勝ちのみを残すためにアインチも行かなかったですね、うん、まずラムナプの遺跡があるからね。そうですね、ラムナプの遺跡があるからランドが伸びる、マナが伸びたら投げつければいいみたいな、うん、余裕もありますよ ね、 ちょっとただうーん難しいですね、ここは結構難しいですね、かなり、難しい局面でしたね。うん、セトル打たれてリリーグフェイスあるとまくられるのでここはちょっとケアしましたよね。しかしここはフェイスをサイクリングで2点回復とドレイクを1体3でってことは 1また2までいきますね。これで損駒同士を通してうん、まあ、打ち取るのかな、サイクリングで、うん、出して、で一応これで1までいくか2にするかですよね。うん、さあ B 択はポーランドが先取したという情報が入ってきました、はい、B 択は渡辺さんが負けということですね、はい、さあ土地を引いた、残りライフは2点まで削って、これ損魂は出しそうですけどね、出しそうですね、難しいんですが出しそうです、はい、さあこれは勲章以外だと概ねいけるので勲章ここで引けるかどうか、うんうん、引いてるかもしれないですね、もしかしたらサイクルにいっぱいしたら、そうですね、あれだけドローを、リーディングフェイスは2枚目引いてますね、あ、実は排斥でした、ごめんなさい、排斥を引いてるということは土地、安岡さん土地引けば勝ちですね、うん、安岡さん土地を引けば勝ち、遺跡軌道で、そうですね、ダメージが足りる、あ、勝ちではないです、まだサイクリングがあるので、まだここから未知のリソースを引けるので、確かに確かに勝ちではないですが結構いい展開になりますよね。セトルもないし相手のそうですね、とりあえず土地を置いてエンドするしかないのかな、基本的にソーサリーのアクションだとあんまりいいことがないので、まあ、土地を置いて何があるかわからない状態を演出しなするほかないかなって気がします。うん、相手札には検閲そしてドレイクの休息地2枚目排斥があるということが確定しているようですが、はい、島を置いてターンエンド見せてほしいな安岡さん土地をしれっと置かない、土地ではなかったっぽいですね、なんだろうな、何引いたんだろう、これでアン1もキャスト、ただ1点しか入んないですよね多分ね、見た目は、うん、これアドバンテージ真っ赤に見えるんですけど、はい、意外とそんなことないかなって気がしますよね、オレンジぐらいかなと思います。アドバンテージ新たな進行とボード処理ができると、うそうです、一気にまだ、あ、いやこれで、でも新たな進行縛りになりましたね、これで、はい、セトルですね、セトルでもいいですね、ただセトルだと結局土地伸びるので2点が確定しちゃうので、結局新たな進行どっかセトル打ってトップデック進行とかだと全然目なしになるですね、まだわからない、すべてのクリーチャーの攻撃を、とりあえず1回目はドレイクヘイブンで出してもいいので、はい、まあ、出しましたね、はい、検閲サイクリングからのドレイクで土地ですね、なのでここでキャストアウトをどう打つかですよね、まあ、2で打ちましたね、サイクリングですね、オープン出しましたね、はい、このプランが一番まくりやすいというドレイクとドロー、さあここで新たな進行を引かないとか、サイクリングのカード引かないと負けなんですが、サイクリングカードあるのかな、サイクリングが引いたっぽいです。ただ2のサイクリングなので盗塁になりましたね。ぴったりぴったり2になりました、ね。2点、はい。ぴったり2点入りましたね。安田さんが削って勝利という形。はい、渡辺さんはちょっと落としてしまったんですが、はい、安岡さんしっかりと勝利をもぎ取りました。はい。これでまあスコアはイーブンというところですかね。はい。ハルネさんはまだプレイ中です。はい。シータクラムナプレットに対して、まあ、多分そこが映るでしょうかね。青白星で立ち向かっているところですね。ハラネさんがね戦ってるってことは今ラムナプ相手に耐えてるってことですからね、耐えてるってか、うん、でも逆に劣勢になってるってことですね、あ、長引いて、うん、今コンボが今の安岡さんみたいにライフを、うん、結構長引かすいいことは青白がないは実はないんですよね、メインボードは確かに懲罰の天使とか入ってるわけじゃないので、うん、確かに確かに、うん、メインは逆にコンボが決まらないと意外とその粘り腰が発明の天使ぐらいしかないんで、できればもう決めててくれた方がまあ優勢の可能性が高いですよね、うん、なるほど。さあまたねカメラが切り替わったり情報が入り次第そのゲームの模様も分かると思いますが、おそらくシータクに変わるんじゃないかな、見たい現状としては、はい、B タク渡辺さん負け、 A タク安岡さん勝ちというところで、うん、
1ゲームずつ取って取られた、渡辺さん負けるの早かったんで、はい、おそらくちょっと自己気味なハンドキープした結果、ね、リターンが取れなかったんじゃないかと思いますね。結構やっぱお互い先手後手関係なくちょっと土地詰まったり、まあ、マナフラットで何も引けなかったりすると一方的なゲームになるので、お互い適切な枚数引き合った時は先手番が有利だったり構成の重さが光ったりはするんですが、はい、ワールドマジックカップ日本優勝あるのというコメントがあったんですけども、ありません。なのでワールドマジックカップでは悲願の初優勝をかけた決勝を今争っている。そうですね、マジックワールドカップは今まで日本優勝ないので、はい、まあ、世界選手権、昔の世界選手権決勝があるんですけど、昔のね団体戦方式という6年前から始まったこの、ね、ワールドマジックカップはまだないですね、ないというところで。渡辺さんは特にそのワールドマジックカップ6年の歴史で5回キャプテンを務めていて、まあ、今までで一番いいところに来ているので、まあ、かける思いは強いかなというふうに思います。まあ、言うて今日優勝するしコメントなんかいい感じですねいい感じ、なるほどなるほど、さあそれではもうちょっとカメラが切り替わるまで時間がかかるようですが、はいはい、うん、僕らねちょっとあの声が試合のねプレイヤーに聞こえないようにちょっとボリュームを下げめで、原根さんは勝ったらしいですね。原根さん勝って、おお、ということは、うん、これ渡辺さんに多分フューチャーが映る可能性が高いですよね、今準備中でしたし、うん、安岡さんのところはちょっと多分一旦待機するんじゃないかなって気がしますね、うん、次は B ダクっていうことなので、渡辺さんとぐじゃぐじゃさんの試合が見れるということですね。ここからエネルギー同士の対戦をお届けすることに、はい、安はちょっと休憩というか、まあ、その2人の多分一旦ここが終わるまでは多分止めで、はい、もう C も止めでしょうね。今日本がだから 2-1 でリードしてるところですよね、はい、おそらく情報は正確なものかと思いますので、ああミックさんがね原根さん勝ちって書いてるの皆さん本当って言ってますけど先ほど間違えてる、本当に勝ち、うん、そう、まあもう大丈夫だと思います。はいはい、多分大丈夫ですね。対戦相手の方はあんまり眼中、渡辺さんはもうキープしたようですかね。そうですね、先手なので手札があるのでもうキープしてますね、はいはい、さあ対してグレゴツさんが今マリ眼中ですかね、あもうキープして、うん、渡辺さんが待ってる状態。いや緊張感がこのシャッフルする姿からも伝わってきますね。ワールドマジックカップ決勝を今行っているところです。2017年最強を名乗る国はどこになるのか、キャプテン同士の試合をこれからお届けします。1ゲーム目はポーランド代表のグレゴツさんが勝っているというところ。シャッフルが終わって手札がキープ宣言が行われるとゲーム開始となりますが、いかがでしょう。ちょっとこっちからでは確認できますね、うん、ただ悩んでるということは素晴らしいハンドではなさそうですかね。ただし、ね、制限時間があるわけじゃないので、まあ、ゆっくり考える時間ありますよね、はい、スクライ1ボトム、多分土地が1枚しかないですね。はいはいはい、はい、1枚しかなくて、悩んでキープしましたね。霊拠点あるんですけど、あれですね、まあちょっとエネルギーあんまないので、うーん、悩んだ結果どうしようかなと。はい、ここで霊拠との調和から、まあ、マナクリーチャーがいるので道路の召使いが除去されたらちょっときついなと思いながらキープしたんだと思います。うーん、渡辺さんもちょっと初手土地がかなり多めのハンドをキープしてましたね、ですね。これはちょっとぐじゃぐじゃさんのドローの召使いが残ってしまうと意外とちょっと渡辺さん劣勢になる可能性がありますね。まだ分からない、まだ分からないです、うん、この後の次のドローとかが結構スペルを引けるとでかいですよね。道路
次3人がいるので、あでも2枚いるかな、3人2枚そうですね、さっきのあれではちょっと少なかったんですが2枚に増えてますね。はい、そして根縛りの岩山をタップインで置いてターンエンドと、はい、次のターンからドロー&エネルギーチャージと3人を展開していくことでしょう、はい、ここは霊気拠点から密室が出しそうですね。拠点ありましたっけ、あれ分かんない、あれ拠点に見えたカードが違うとしたらここは調和になるので、そう今引いた調和ですかね、うん、結構渡辺さんじゃあいい感じになりますね、違うかも、うんうん、さあ霊気との調和、こういう時調和持ってくるカード難しいですよね、赤マナないですね、青マナないですね、僕がじゃあ霊気拠点見えたのは多分金枠のマルチカラーの七つ目の生成屋ですね、だとすれば土地1キープでやっぱちょっと悩ましいハンドだったんですが、そうですね、ちょっと引けずにここ2ターン目タップインのスタートになりましたね。こうなるとやはりちょっと2ターン目動けなかったっていう、お互い動けなかったんですが、そうなるとやっぱ先に動ける渡辺さんの方が先手の利が生かせるので、まあ、ここの展開は渡辺さんからしては悪くないですよね。さあ3マナ3人をここはおそらく展開してくることでしょう、ならず者の生成矢が、はい、出てきてエネルギーも貯めながらワンドローで圧をかけていくと、はい、このエネルギーがまたねそのうち何らかのリソースに変わりますからね、この生成矢ってカード本当に強いです、なんなら3マナ3人で 1.5 枚分引いてるぐらいの、うん、ありますね、イメージそれぐらいで2回プレイすると3ドローぐらいの価値があるとですね、うん、使い道が大変多いエネルギーを、さあグジェゴジさんまだ土地しけないですね、ここはちょっとマナクレイチャー、このマナクレイチャー除去できるとかなり勝利が近づきますが、ちょっと引かないですね、さあ先生ね、はい、3人でアタック、これはブロックしませんね、はできません ね、 ませんね、うん、土地が詰まっているので、はい、さあサカゲハイドラ、そしてサカゲハイドラ、いい感じ、このうちに盤面の差を開けていくと、まあ、普通のチームのような動きをし、ああちょっとここブラスカとか、ブラスカちょっとあれですね、あまり有効なカードでないカードを引いてしまいましたね、うん、エネルギーを消費しながら、さあ3マナでさあここまで引けない、ね、して道路召使いからマナを出して、召使いまだ手札にありましたけど、それより3人優先しますか、おそらくですが盤面を強くしながらナチュラルに土地を引かなければもう間に合わない、もう間に合わないですね、正直ここマナクリーチャー出しても相打ちも取れなくて、うんうん、この3人と相打ち取れない時点でかなり負けが残ってしまうので、ここはもうちょっと無理したっていう、いや無理したというか引かないともう勝ち止めがかなり薄いということでリターンにかけましたよね、はいはい、で引かなかったという形になっているということですね、リスクを負ってリターンにかけてちょっとこのターンは土地は引けず、おそらくですがマナクリチャーから行くとそのマナクリチャーが残ったとしても結局この3人をブロックしないということになるので、ダメージおそらく負けてしまうと思いますね。さあハイドラが1回パンプして5点ダメージですか、叩き込んで20対12、さらに渡辺さんは次のクリーチャー展開を生成矢からですかね、3マナ3人でエネルギーを2つ得て、渡辺さん沼があれば次のブラスカが出るのでかなり勝利は近いし、あここであれですね、除去プロと違うんだったら除去しますね、さすがに、うん、あります霊拠点あるので、チクレイナズマが、うん、しかしチクレあれですね、多分霊拠点置くとタップインランドばっかりになってあれですかね、あのブラスカー確定しないちょっと悩んでたと思うんですが、ここはチクレイ打ちましたね、チクレイナズマで2点ダメージを与えて、うん、ついでにエネルギーもちょっと得て、そうですやっぱ手札はタップインばっか、タップイン2枚あるので、ただここはもうでかいですよね、うん、ここでマナクリチャー除去ってこと自体は、そもそ もうブラスカーに頼れるゲームは取らなくてもいいので、まあ、確定で見えてる範囲でゲームするということで、そのプランを取ったんだと思います。しかし九条さんここで一応土地は引けましたね、うん、6しかない、はい、マナクリ、さあ道路の召使いエネルギーを2つ得て土地も置いてターン終了と、さあここでまたタップインなのでこのターンブラスカー出れないので、はい、とりあえずサイクリングから入りそうですね結局奥ランドいっぱいあるのでこのターン否認しか構えるカードがないので、とりあえずはサイクリングから入ります、何かより能動的に展開できるカードを探しに行くというか、カードを引いて気に引きましたね、2枚目ですかね、そしてここで、まあ、ただ否認は否認でね、かなりいいカードですよね、いいカードですね、まあ、もう2枚目は多分ゲーム終わるまで使うことないですが、はい、まあ、否認結局ここで否認構えること自体は悪くないので、ブジョウさんこれ2位から行ったんですがブロックするのかな、それだからチクレイナズは3枚、うん、
アブレードとかですか。あとはちょっと除去バッカロ反応に対してハイドラが ぶち刺さったんですね、はい、あチクレイナズマ、チクレイナズマ、アブレード、カロシス石、ブラスカ、サーバント、これグジョさんテイクしたんですが、このプランだとここでつむじ風引かないとちょっと目がないんじゃないかな。いやここでもう一回サーバント出して、アブレードでならずもの生成は倒して一体チャンプ、一体チャンプすればまだ一応生きてるし、カウン出席があるので、まだそこからのブラスカでまくれるプランは一応ありますね。ありますが、渡辺さんはブラスカ持ってるので、ここでチャンプしてしまうとブラスカのマイナスで、除去された上にコダンタップの土地を引くと否認まで構えられますね。わお、うん、もしくは渡辺さんあれですね、否認を構えながらどっちも殴るかもしれないですよね。そうすると除去されなければブロックせざるを得ないので、まあ、なんか2体とも片付けることができますよね。まあ、そっちのプランの方が硬いかもしれないですね。渡辺さんはそれを取りましたね。手笠さんを選びましたね、はい、3-2 と、6-5 でアタック、まあ、3-2 を削白で除去しようとしてきたらそれを打ち消すと、うん、ここは1体ずつブロック宣言してしてからの削白、はいはい、これは、否認を打ちます。否認さえ打てばおそらく負け筋はもうないと思うんですけど、そうですね、否認を打って渡辺さん もうこれが一番の負け筋だと、あのクリーチャーを2体片付けさえすれば、まあ、負けることはないと。マナも伸びないし、これたっぷり1枚処理しますね。サイクリングランドですか。あ2枚ともサイクリングランドと思うんですけど、はい、あ1回あそこサイクリングしますね。1枚はサイクリング、はい、で森ですね、はい、そしてここは構えて5、うん、まあ、何が出てきてもハイドラをなんとか受け止めなければいけませんが、グレゴスさんの方は、まあ、そうですね、これちょっともうエネルギーの差もかなりあるのでちょっと厳しいかな。うん、あちょっと負けてるんです。グレゴスさん一応続けますね、はい、使いますね。ここでチクレイナズマで除去をしたいというふうにプレイしますが、これは弾かれてアタックで、うんうん、はい、これで取り返して1-1になりましたね。1-1ですね。 B タクはこれで渡辺さんが 1-1、現状星の数では3勝1敗になりましたね、これで。さあそして安岡さんの宅はもうゲームが始まっていると、うんうんうん、これでも見た目ちょっときつそうですけどただないかもしれないですね。サイクリングがあるのかどうか、多分なんかこれ今引いた1枚ですよね。ですよね。うん、今ドレイクの3枚目をプレイしてで、はい、でターンエンドというところですが、さあライフが気になる。これハゾレと場に特にいないんで、うん、あでもライフ16ありますね、まだ。さあ渡辺さんは、渡辺さんじゃない、安岡さんはセトルをケアするのか、あもうケアしないですね。はい、乗り込んでハゾレトとあセトルありますね。アタックこれは あ違うスタートでした。サイクリングでブロック、はいはいはい、なるほどなるほど。まあ、ただ確かにその直接的にハゾレトに触るよりはこうやって次から次へとリソースを探し行く方が、まあ勝ちの目は良さそうですね。これトリプルブロックするかもしれないですね、3号、うん、16もあるし、はい、これで1体処理しましたね。で11になりましたね。でこれでブロッカーの数は足りたので次からは受け入れ広いですよね。結構何引いてももうサイクリング引けたらよりいいですし、あタップ、あただこれは多分あんまりそんなにサイクリングカードの方がより全然いいですね。そうですね。あただ手札にグロリーブリンがいる、栄光も立つのが行ってしまっているという状況で、まあ、とりあえずどっちも殴るんじゃないかな。もういる意味ないですからね。うん、もうしかもこれもうセトルケアしてる場合じゃないのでもう全部いきますね、はい、もう前のターンからまあ安岡さんもセトルケアしてもしょうがないと思ってるので、まあ、ここからもずっとフルアタックが続くと思います、うん、はい、はい、それぞれ2体をブロックして、これグロリーブリン出しますね。ピアナラは相打ち、安岡さんはそのグローリーブリンガー栄光を持たすものをプレイするかどうか、うん、あケンナがあるんだったらケンナでもいいですね。多分グローリーブリンガーとケンナ大した価値が変わらないので、うーん、あグローリーブリンガーしました、ね、ここはグローリーブリンガーを出してピョートルさんが1点回復12ですね。
さあエンドでサイクリングなかったことを見るととりあえず現状はサイクリングないんですよね。うん、でもしこれサイクリング引いたとしてもピエタさんメインでほぼプレイしないと思うのでここはエンドで相手のアタックまで待ちますね。うん、サイクリングするとグローリーブリングは特例で焼かれてちょっともったいない、そうですね、もったいないのでそうはしないかもしれないですね。領事の権限は相手のクリーチャーが全てタップインで、そうですね、グローリーブリングがいたとなるとちょっと権限はいい感じで刺さってしまったですね。し墓地にケンナがいるのでそれもちょっと効いてる、厳しいですね。権限はいいドローされた可能性があります。速攻が生きなくなってるんですよ ね。さあ矢岡さんは何かを引くか、まあ、ただこの状況だと矢岡さんチャンドラ入ってないので、まあ、すごくいいカードっていうのは多分ないですよね。あんまり、うん、さあセトル来ましたね。残骸の漂着で、はい、追加しゲームは続けますがかなりのルーズコンディションになっちゃいましたね。アドバンテージ左にすごい寄ってるんですがもうこれ で、 そうです、ね、一気に、ね、はい、入れ替わりましたね、うん、1枚でクリーチャー2体を対処されここからはドレイクの軍団がわらわらとってところでしょう。さあケンラを永遠起動でタップイン出しますがこれも相手にライフを1点回復させて、ね、意外とねやはりねサイクリングいっぱいすると土地ばっか引くっていうね可能性もあるのでここからは意外とその13点をその、まあ、多分1枚もサイクリング引かれるとダメなんですけど、まあ、それまで一番引かれないパターンもあるので、食らいますね4点ってことはサイクルはないですねこれは、うん、ないというのが分かったのでそこさんどう展開しますね。10はい剣羅を出して1点回復させますがトンコンもプレイしますね、はい、もう全部プレイします。全力でクリーチャーを展開しさあピーターさんはおそらく手札土地なので土地を置いてターンを返して、まあ、サイクリングがあるかどうかですよね。うん、土地は置かなかった。なんだ。ここはターンエンド。土地だったら置きそうなんですが、もう一回セトルだったとか、まあありえますよね。はい、三体ではタップ。セトルありますよね。うん。で、うん、キャストアウトもありますね。うん、さっき我慢したってことですね。まあ、さっきのターンはセトル打たずに我慢して、今キャストアウト引きましたね。うんうん、これはさすがに、あれキャストアウト、サイクリングですね。キャストアウトサイクリングで。はいはいはい。3体クリーチャーを作ってドローしてから漂着ですか。うん、これはセトル打ち得なんで打ってもいいと思います。もうこの先セトル打つ先も特にないのでもう打ちますよ。さらにサイクリングで、うん、まあ、セトルはもう打つまでもないということですね。これだけクリーチャー軍団が並べばというところですかね。これは適切にブロックしていくでしょう。うん、手札がゼロですからね。ジャカジャカ、こうすれば、うん、はい、打ち取って3体死んで3体残ると。これはちょっと手札の差が非常に激しいので、うん、これは安岡さんかなりまくるプランがもう少なくなってきましたね。まだサイクリングが続いてるみたいで、まあ、サイクリング、まあ、一度やっぱこういう状態になると、まあ、続きやすいですし続くと、まあ、もう勝ちですよね。さすがにドレフェブ3枚張ってますからここから負けたらもうねこのデッキの存在価値が問われる、ね、問われるぐらいなので、まあ、あんまり負けないですよここは。領事の権限があるからもう突然死も、ね、うん、ないですね。というところですね。権限はかなり効きましたね。権限なければまだワンチャンスって感じでしたけど、さあもう不要な権限はサイクリングしてドレイクさんここで、ね、まだサイクリングなければ、まあ、そうかさんも何らかの勝ち筋を見出せる可能性もありましたが、はい、まあ、ちょっとまあ物量がどうしようもないということでも投入しましたね。ピョートルさんが安岡さんの攻めをさばききってドレイク勝ち。これおそらく原根さんの卓がなるでしょうね。フューチャーマッチ呼ばれるかなと思います。はい、待ってましたよ原根さん。変わりますね。はい、これで渡辺さん安岡さん1勝1敗1勝1敗。この原根さんは今どういう状況でしょうか。ここはね後手番なのでか一旦は後手番なのでここですよね。サーボーマットはやめてくれというところで出てきますね。おやはり1本取ってるのは原根さんでした。はい、ラドスローさんが先行で、うん、ラディックさんかがゲーム開始と、うん、言っても一流のボーマッターですからね。まあ決勝まで来るボあのラムラプレットがボーマット出さないわけないですよね。うん、うん、あったまってるのは決まってるだろうという。さあ、そしてケンラという綺麗な動き、あとやはりそういう反動しっかりでキープしに行きますよね。弱い反動キープしないんで、うん、これも多分ワンマリガンぐらいしてるんじゃないかな。あ、なるほど、そういうことですかね。うん、はい、1、2、3、はい、巧みな軍略で墓地を肥やしつつ手札にカードを引き込みます。
ちなみにですか、はい、これは、おそらく索白がないんですよね。ほうほうほう。なのでこれはコンボパーツを全部残してると思いますね。なるほど、割られる心配がないから、うん、なのでもしかしたら4体目でいきなり決まって勝っちゃうパターンもありますよね。これは。うーん、あー、ただしちょっとこのプランは厳しい、うん、フェロキッチャンがフェロキドンですね。フェロは厳しいですね、クリーチャーがさらに追加され、うん、回復もできなくなったと。ちょっと手札も芳しくなさそうですね、原田さん、うん、ここで落としてるカードも弱いんですよね。そのキャッチャードワーフで1点食らいますが、はい、キャッチします。このちなみにドワーフは除去でき現状除去できないはずなので、ただこう土地があるとチャンドラもある、あります、チャンドラ2枚ありますね。手札に除去できちゃいましたね。キャッチ、はい、チャンドラで博覧会場の警備員を退場させ、ね、これはちょっと厳しいですね、さすがに。ウルトンが帰ってくる。やはりね、この先手4段目のチャンドラに対する明確な回答は応じてないんですよね。しかも除去として使われるとね、うん、ここでコンボが決まれば応じをつってチャンドラに対して回答を探すってことはあるんですが、現状ではそれもできないですので、かなり厳しい状況が続きますね。はい、3マナで基地の勇者は厳しいですね。基地の勇者ではちょっとこの盤面を、勲章じゃないとダメですよね。もう1回は勲章しないと絶対勝てないですよね。で勲章した結果でもボーマットで意見下げられて、剣弾も戻ってくるシャンドラもいるっていう、ちょっとニッチもサッチもいかない状況になりましたよね。これやっぱ先手番と後手番がちょっと明確に差が出てしまった上に、ちょっと花根さんの動きはそんなに後手番でいいものじゃなかったので、一方的なゲームになりますね。フェロキドンを絡めた、あ、ライトリングスタイクまで使いましたね。これはどうなんだろ う、 もう勝ってたりするのかな。 3,4,5,6,7,8 あ、なんか勝ってそうだな。うん、どうだろう、ちょっと足りないか、なんかちょっと足りないですね、多分ちょっと足りない。足りてます、足りてます。マナが足りない。チャンドラでマナ出してチャンドラ貼り直せばいい。そうすると足りてる。3,4,5,8点、はい、2点でまず5にして、ん、チャンドラでめくりましたね。でも4マナでチャンドラ出して、チャンドラ出してマナ出してライトリングストライク打つと3,4,5、あ、足りてますね、足りてます、足りてます。ライトリングストライク打てば、マナ出してライトリングストライク打っても足りてますね。フェルキドをブロックすると3点入るし、絶対3点は通るので、入ってましたね。はい、はい、これで、ラデックさんが勝ってシータクも全部1-1、イーブン1-1になりますね。全部1-1です。いやさすがここまで勝ち上がってきたプレイヤー同士、実力は均衡し、お互い一本ずつ取り合っているという形。すごいですね、全マッチ1-1になるという、ね、地上には決勝にふさわしい熱戦、まさしく決勝という感じがしますよね。これはそしてぐじぐじさんがここは先手番なので、はい、ひろさんこれいかに後手番でこの劣勢を繰り返すかというふうに注目していきたいですよね。ですね。さあ4色エネルギーキャプテン同士の対決見ていきましょう。鍋が後手です。はい、渡辺さん先手で、先手でタップインで終わったコワルスキーさんに対して、後手でレキトの調和からエネルギーと土地を得ましたと。山をサーチ、まあまあまずはこのデッキの挨拶代わりの1ターン目の動き、さあ2ターン目。はい、コワルスキーさん2マナでどうですね。ちょっとこれ先手番かなりいい動きなんですが、渡辺さんもしっかりここはカットで対処できますよね。除去、渡辺さんからしたらこのカットのハンドをキープしたので、その軽い2マナのクリーチャー出てくることは歓迎でしたね。むしろねマナ交換としては、ね、うん、非常にいいと思います。さあしかしそして渡辺さんはランドがちょっと少なくて重いハンドをキープしているので、次のアクションが要になりますよね。ここでぐじぐじさんはエンドするのかな。やっぱ右手ちょっとまた1枚少ないからワンマリガンしてるんですかね。そうですね、
ここで渡辺さん3人出るので、3人出るた後に土地が引けるかどうかで今後の行方がかなり変わりますね。この1枚と次のドローンの2枚で何が引けるかどうかですよね。次多面ソロ自身はでコピーされてアドバンテージ合戦になるので土地が詰まると厳しいんですが引きましたね。アンタップイン、はい、そしてここで多面ソロ自身出されることでハイドラはとりあえずコピーされないというのも嬉しいですよね。ここは渡辺さんこうなるともう守るので、攻撃して相打ちするとスカラあのハイドラはコピーされてしまうので、渡辺さんこれからはもう守りあいいですね、土地追加できましたね、はい、ただしちょっと黒マナがちょっと不足しているので重いところまで行った時にしっかりニコルボーラスにタッチできるかどうかはでは結構大事なので黒マナは途中で引いていきたいところです。先ほどからねかなり手札でアピールしてくるニコルボーラスですが、そこまでつなげられるか楽しみなところです。さあまずは4マナ坂木ハイドラです ね、 これは殴ると相打ちになってハイドラコピーされると状況イーブンになってしまうので、渡辺さんここはアタックしません。はい、ここはターメンソンの使用。しかしグジョグジョさんもハイドラ引いてきましたね。グジョグジョさんしかもあそうですね、グジョグジョさんも出しますね。はい、4マナから土地を置いてヘッドと、これはかなりがっぷり寄った展開になりそうですね。睨み合いというかお互い場には差がないと。ゴジさんの手札にはブラスカがあるので、次ブラスカを出して渡辺さんは土地が引ければ、道路のこの召使いからもしかしたらニコルまでボーラスという可能性があるかもしれないですね。もしニコルボーラスが飛び出す可能性はこれはちょっと難しいな。今引いたのは道路の召使いですかね。これ召使いから行かないとちょっと、そうですね、渡辺さんその願いを託しましたね。これでブラスカ次出てくるんでここで道路の召使い出しとかないとちょっと間に合わなくなる可能性高かったんですが、渡辺さんしっかりここは出していきましたね。はい、そして土地も森を置いて、田辺さんもしかしたら殴るかもしれないですね。はい、アタック行きましたね。ハイドラがちょっとブラスカがあるので、ブラスカをケアしてますね。地上をちょっと整理しようと。そうですね、一回地上整理しとけばそのブラスカ出てきた時もある程度プレッシャーを持っていけるので、この返しのブラスカに対してリスクを負わせるようにここは一回ハイドラとハイドラで相打ちしてもいいというアタックしましたよね。おそらくですが、はい、こうカットリボンまで行くと思いますよね。あ、まあ行かなかったですね。あのチクレイナズマもあるからってことですかね。そうなんですけど、ソーサリーだから先にでここでコピーされてもそんなにアクションとしては弱いアクションになるので、まあ、そこはいいと考えていくかなと思ったんですが、ここは一旦構えましたね、まあ、ブラスカがない可能性もあるので、まああとはカウンター持ってるぞみたいな。そうですね、あ、まあ、その確かに匂わせるというか、確かにそうですね。ゴジゴジさんはちょっとそれを嫌ってマナクリーチャーから入りました。はい、渡辺さんも打たずに、さあ土地をこれ引かない方が良かったですね。引くともしかしたらニコロボラスが行ってしまったかもしれないんですが、まあ、多分行かないですね。でも、まあ、冷静にマナクリ冷静にこれ今引いた3人からいきます。これは非常にいいトップデッキになったと思います。そうですね、リソースを補給しにかかって、あ、いいですね、土地引きましたね。ここは土地引いて、まあ、もうクローンまで行くんじゃないかなって気はしますが、タメソの自身ですね、タメソの自身までクローン青がないですね、ごめんなさい、青がないですね、確かに青がなかったです、申し訳ございませんでした。今引いたのは森でセットして5ですね。ぐじゃぐじさんも土地を引けなかったのでネゲート構えながら動けないので、ここはブラスカ行かないくて多分 2,3 入りますよね。これスタックでチクレイラズマをおそらく 2,3 には打ち込むことになるかな。はい、あんまりちょっと飛行特を散らかされるとちょっとニコルが出た後も厳しいですし、そうですね、もしくはこの2、3には打たずに自分もコピーするかもしれないですね。いただく可能性は、現状自分の周りつむじ風なくて飛行編に対する回答がないので一旦これはテイクしそうですよね。おお、はい、OK とテイクしましたね。はい、これでコワルスキーさんはエネルギーが12、はい、対する渡辺さんはエネルギーが11という状況。そうですね、ここも、はい、多分1回クローンしたいという目論見があります。倒すのはそれからでも OK と、はい、そういうことですね。渡辺さんさらに土地を引いて、まあ、一旦ここは黒に行きますね。さあ道路の召使いから青マナを出しながら計4マナで、はい、つむじ風になると、これはグデゴツさんからしたらかなり厳しい事態になりましたね。お互いクローンクローンの場になっ
て為末さん自身の場合になった上のでリードが少しなくなった上に、地高トークンで勝ちに行くというプランが閉ざされましたね。ここは除去いきますよね。ここはカットにも行きますね。ここでカットで、はい、相手のつむじ風をまず破壊にかかると、はい、チクレイナズマはできればしたくないんですよ。スカイソブリンが入ってるので、そのスカイソブリン大きい、あの渡辺さんのリスト作画が入ってないのでスカイソブリンに対してはちょっと限られるんですよね、対応が。なのでここは作画あのちょっと構いたいっていう気持ちもあるんですが、できればその使いたくないという理由でカットリボン打ちましたよね。さあ4体になってこっちも4体なのでこの飛行トークンは対してきつくない、はい、そしてこれあれなんですよね、エネルギーがないじゃないですか、ゼロですね、うん、これ渡辺さん次 1,2,3,4,5,6,7,8,9 土地引けば竹霊、あ、これ出すとエネルギーないので否認が構えられないですよね。そもそも構えられないので出すとニコルボーラスが通りますね、うん、でグジグジさんも出すしかないので出すんですが、これ返しでボラスがおそらく通りますね、あ、ニコルボーラスがおそらく通りますね。出してこれ道路の質解終わるみたいな指差し確認してたんですかね、どうでしょう、どうですかね、そのプラン取るかな、先ほど、はい、道路の質解取りましたね、たのでこれは否認を構えるプレーを取らなくちゃいけないしっていうことで仕方なくそうしましたね。手堅い、手堅いですね、これはもうトッププレーヤーらしいプレーですね、非常にいいプレーだと思います。マナを出して、これは4体出しますね、これ上は生産してですね、渡辺さん、これちょっと難しいんですが、はい、これ難しいですね、ちょっとリターンを取りにニコルをプレイしたくなるので、ここはさ適切な判断が問われるところでは、ニコルもう黒マナが潰れちゃったんで、そうですね、先ほどのブラスカに潰された上に宝物を置いてと、あ、ブラスカ引きましたね、でも黒マナがないんですよね、黒マナ、そうか、ないのか、あ、そうですね、ごじごじさん、じゃあすごい素晴らしいプレイでしたね、ですね、黒マナがなくなった上にこっちの否認は構えられる、まあ、一応蓄霊があるからそれに否認を打たせることはできる、できるんですが打ってほしくはないですよね、逆に通ってほしいですよね、そう、黒マナを手に入れるか、蓄霊が通ればね、なんかブラスカやれそうですけど、ここで黒マナなくなったら結構厳しいですね。ただ、はい、蓄霊が通れば見た目ブラスカ落ちるんですよね、うん、フル攻撃すれば、さあ飛行と23も行きそうですけどね、32とで、行きそうですが自信は、まあ、クローン落ちてくれた方が嬉しいですね、そうですね、うん、泡は一応もう揃ってるので全部ブラスカに行くでしょう、はいはい、こうするとちゃん、まあ、その全部総裁して 2,3 だけが残り3番になりますね。で竹霊打つんじゃないかなって気がしますけどね、通ると落ちるし、まあ、さ僕あの山がね沼に見えてたんですよね、あ、ちょっと色が黒いんで新しいアンステーブルの、ね、そうですね、ごめんなさい、山が勘違いしました、ね、山が沼に見えたと、そうですね、今のところコワルスキーさんはブラスカーで黒マナを潰したことで渡辺さんの強力なカードのプレイを阻止して、渡辺さんはそのブラスカーを潰しにかかっているというやり取りが行われています、うん、手札には黒マナ絡みの強力なカードが2枚、ただこれ全部清算していくと開始クローンされる上に渡辺さんは死に構えられた状態でゲームを続けることになるので結構厳しいですね、はい、飛行機械は全員相打ち、ただ蓄霊打っても多分ほぼ逃げ出されますね、これだから逆に言えば選択肢はあんまないかもしれないですね、はいはいはい、でまあこれ言ってた通りの生産になりました、全クリーチャー、はい、生産ですね、で開始クローンされるのでこれはもしかしたら地上は殴らず飛行だけの方が良かったかも、クローンをちょっと墓地に落とさない方が良かったかもしれないですね、ちょっと難しい判断が求められましたが、プラスカの中性はとりあえず1に下がっているという、あ、マイナスしましたね、あ、違う、マイナス、プラスです、はい、はい、海賊トークンを得てマイナスはできないですからね、1しかなかったので、で、まあ、クローンしますよね、
2、3出す。タレさん、これスタックでチクレイを、まあ、その黒に打ち込むんですが、これは否認されますよね。ここはスタックで、OK、でエネルギーを得るのに、あ、いや、そうです、スタックで選んで、ね、はい、選んだ後、はい、なりました。そしてつむじ風の巨匠能力でエネルギーが満ちてる前に、あ、これ否認しませんでしたね、はい、これが許可されて、これで否認しなければとりあえずはあの黒マナを引ければかなり有利になりますね。毎回これブラスカの中性値とりあえず減るかどうかを選ばざるを得ないので、田辺さんドル召使い引きましたね。したね、とりあえず黒マナに近いソースは引くことはできました。これでゴジゴジさんが何を引くかですよね今後、うんうん、この後ちょっと数ターン、はい、しかもこれエネルギー2個得たっていうの結構あでかいですね。確かに、ソプターの道もある。あ、だからそう2位にグジェゴジさんかなりいいカード引きましたね。何引きましたか。7ゾロの生成引きましたね。あ、ベストカード、うん、スタンダードベストカード。ただ現状ここで土地を引いてくれれば、はい、まあ、大差ないですね。うん、まあ、土地を引いたのにより、まあ、3に出ただけみたいな、うん、まあプラスから遠くみたいなもんってことですよね。そうですね、盤面はちょっと強くなるんですが、まあ強いですし、ネゲートも構えられてるので結構厳しいんですが、まあまあまだマシな方かなって気がします。うん、3に出ました。はい、ドロー5個、ドローはこのドローが、はい、ニッサ強い、強いんですがどうするか悩ましいですよね。出すかな、出す、出しますね、うん、出しますね、1で出す、構えながらで2になって4になりますね、これね、はい、うん、これは渡辺さんかなり厳しいですね。ネゲート構えながらプレンズオーカーを連打されているので、かなり厳しい状況になりましたね。戦術すります。1枚2枚川の叱責見ましたね、うん、これは厳しい、強烈なカードが、うーん、これは厳しいですね。いらなそう、いや、いりますね、いります、うん、持ってた方がいいと思います。あの、これは持ってた方がいいと思うんですよ。ゴジゴジさんもうまくられるプランがそれしかないので、うんうん、ここは上乗せると思います。トークン、この状態で川の叱責2枚あるのはかなりの秘宝ですね。否認もありますからね。ゴジゴジさんからしたらもうそのケアするカードがあんまないんですよね。もう、盤面を強くされること以外はもうあんまり負けの筋がないので、うんうんうん、手札はコワルスキーさん非常に強力、打ち消しもあって川の叱責というチャブ台返しも備えている状態。渡辺さん黒マナが使える状態になりましたが、ずっと2マナを構えているので渡辺さんからしたら否認があるとは思ってるんですが、もうこれは行かざるを得ない、状況が悪すぎるので2個出しましたね、しかない、うん、打ってもらうしかないと、うーん、厳しいですね。渡辺さんもこれはもう否認かなりあるとは思ってるんですが、もうケアしていたら盤面があまりに弱すぎて勝てないので、もう行きましたね、一縷の望みにかけていきました。これはグジェゴジさんが道路の召使いをブラスカに潰した上で否認を構えるというかなりの好プレーがあったので、この場合になりましたね。ですね、あの局面でのブラスカが本当に強い丁寧決定だとなって、丁寧でした。渡辺さんも多分ですが最初のデイキとの調和は山を持ってきたんですよね。であれはちょっと赤身のランドがいっぱいあったので持ってこざるを得ないって事情があって多分山を持ってきたと思うんですが、結局沼、ちょっとそれで沼にたどり着けなかった、ちょっと4色のやっぱよくあるパターンなんですよね、それは。もうこれからは攻撃し始めちゃいますよね、そろそろ。か、まあ、盤面を膠着させた上で相手が作ってきたら川の叱責打ってもう勝つかもしれないですね、それで。うん、まあでも威迫はいきますね。海賊たちは、まあ、4点は2点はいきそうですね。4点はちょっと分かんないですけど、まあ、固くいくんだったら2点だけかなって気がしますけど、3に2にはいかないと思いますね。相打ちして、うん、まあ1体もいかないのが一番硬いプレイングですね。まくられる目が手堅く、さあプレインズウォーカーをやられないように、そうですね、全力ガード、全力でガード、そして盤面を強くしてきたところに突き刺す、川の叱責を突き刺しに行くというのが、多分グジグジさんの想像しているウィン、その勝ちへの道筋だと思います。なるほど。もし、まあ、あと一つあるのは、その次ニッサがプラスしてプラスが出せば次の次のターンでもう20点あるんですよね、盤面に。否認
はもうないですけど、まあ、20点それで一気に削れるので、まあ、なんかそういうプランも描いてるかもしれないですね。まあ、だからここで2点4点稼ぐ必要はない、うん、ないって思ってるかもしれないですね。確かに。さあこれを受けて渡辺さんはどのようなカードを答えていくか。そうですね、渡辺さんのリストをちょっと見返しても監視席が入ってないんですよね、はい、入ってないのでちょっとこの場を覆すカードはちょっともうあんまり入ってないかもしれないですね。ニッサが一応返せるかもしれないですね。ニッサで奥義をいきなりして、はいはい、飛行ダメージで飛行ダメージ2体でフレンズオーガ2体を落とすっていうプランだと一応あるかもしれないですね。まだ。なるほど。さあここは渡辺さんチャンドラ引きましたね。ならず者の生成やからチャンドラをゲット。なんかこれちょっといけそうになってきましたね。あのつむじ風がいるのでこっちの場に、はい、ちょっと盤面はそこそこ強くできる上にチャンドラのプラス能力で、そこそこ削れるようになったのでフレンズオーカーのまだワンチャンスあるかもしれないですね。ただあれですね、川の史跡があるので最終的にはちょっと、まあもう渡辺さんの目から見たら全然いけるな可能性はあるんですけど、はい、実際は相当厳しいですね。さあここのチャンドラは、まあ、許可するしかないですね、はい、OK で通って場に出ると。渡辺さんもここはプラスしますよね。はい、このチャンドラに望みをかけて2点プラス能力で2点、この2点ダメージをプレーンズウォーカーに、まあ、とりあえずはニッサかな。ニッサにしないとちょっと奥義が近いので一旦ニッサに2点与えるかなって気がしますよね。ニッサに与えましたね。はい、プレイヤーに与えるダメージ2点をプレーンズウォーカーに置き換え、さあニッサをここはブラスカをして、あブラスカしましたね。はい、でタップ置いて終わりですね。うん、さあこれも史跡打ちますね。もう打ちますね。ここまで来ると吹き飛ばして、まあ、9点11点のプラも見えてますし、渡辺さん開始日差をにチャンドラ出して2点与えないと奥義もあるので、打ちそうですが、まあ、もう一旦待ってもまあ悪くはないかもしれないですね。戻した結果またならず者とクローンで、あ、だからあれですね、つむじ風が盤面からいなくなるのでかいですね。そうですね、クローンがつむじ風なので、つむじ風じゃなくなるとあの盤面をその強化するカードがなくなるので、そうですね、吐き出し方が打ちなくなるんで、もう打っても悪くはないかもしれないですね。そのあたりを今、そうですね、アドバンテージがこれ赤く伸びましたが、事実上そのような展開になってますね。これ顔の叱責がなければ渡辺さんにまだ全然まくる筋はあるんですが、そうですね、ちょっと叱責がかなりの強固な負担になってしまってますね。はい、相手のパーマネント土地でないパーマネントを全て手札に戻す川の叱責という6マナスのあたり、はい、打ちますね。これを打たれると渡辺さん多面層の自信が元のカードに戻って、戦場にはつむじ風の巨匠がいないので、巨匠で支えてた盤面が次のターン再展開しても作れなくなってしまうと。はい、ザはい、川の叱責でバウンスされ、あ、行きましたね、奥義まで。1位になりましたね。ニッサブラスからトークン出して、そうですね、全体受給もないですし、もうこれは、ならずつむじ風の巨匠引くしかないんですが、引けないですね。あ、ないですね。さん、後手番だったのでつむじ風の巨匠を全部抜いてる可能性ありますね。はいはい、相手のつむじ風の巨匠にはためその自身で対応するっていうプランを取ってた可能性は高いので、これはちょっともう何もないということで投了しましたね。はい、というわけでポーランドはこれで一歩リードですか。ポーランドが一歩リードしましたね。つまりここでハラネさん勝たなければなりません。そうで、どっちも一勝一敗なので、ですが星の数上は負けてるんですが、はい、先手番先手番なので、で、はい、その一概に日本が不利とは言えないですよね、まだ。はい、ですね、応援しましょう。はい、はい、それでは原根健太さんとラデックさんの3ゲーム目ですね。こちらも赤団対王神です。はい、ラデックさん勝つとポーランドが優勝決定、原根さんが勝つと A 卓に望みを託すという形になります。復元やっぱ残ってるかな。
頼む。さあ匠の軍略ハンド的にはどうですか。ちょっとごめんなさい、土地土地漂着天使天使とかだと、ちょっとあれですね、遅い、遅いですし、あと1、3もいると思います、3まで1、3、ラデックさんのハンドは結構いいですね、はいはいはい、1、2、3で動けるし、フェロキドもちょっとやっぱ強いので、ただこれセトル構えながら動けるので、この3、1、3出して、1、3、2枚ある、さ今2枚目引きましたね、はい、で、ここでケンラを1回リムーブし、あ、じゃあ、ソンコマ同士をリムーブしますね、ソンコマ同士をリムーブして、ここでランパンケ、フェロキドン出すと一旦止まりますよね、止まります、で途中引いてまでこのフェロキドン出すしかないですよね、で次セトル構えながら動けるので、結構間に合いそうですよね、だいぶ楽には、うん、ライフはまだ持ちそうですね、これ先手番の利点ですよね、もっと先にそうですね、3ターン目で返すと相手が何もできなくなる、ここもおそらくセトルを構えてエンドするはず、そして5マナまでストレートで伸びそう、ということは天使展開から逆転という、ああでもこれ 1-3 出すかもしれないですね、あ、出しますね、フェロキドの処理ですか、ちなみにこのプレーの方が僕もいいと思います、ここでセトル構えるとチャンドラができた時とかちょっとかなり不利になりますよね、はいはいはい、なるほど、でそれを嫌ってここはちゃんと展開していきましたね、相手のクリーチャーをしっかりと、でここはカットリボンがあるのでカットリボンを、まあ、セトルが入ってるのを知ってるので、フェロキドは多分殴ってこないですよね、このターン、どっちにしろ、なるほど、とあれば、これねデュアルショットがあるので、はい、天使を出すとおそらく横に散らかした後に天使とトークンどっちもやられちゃいますね、あこれ、あただあれですね、フェロキノいるから 4-3 にする選択肢を取るかもしれないですね、はいはいはい、サイズで、だ懲罰の天使がここであるとベストなんですが、懲罰天使あるのかどうかですよね、あるとかなり勝ちが近いですね、さあカットコッパでちょっと警備員を破壊、手札にはあデュアルショットがあるので殴るかなって、これデュアルショット打ってくるとでかいんですが、原さんこれブロックすると思うんですよね、ケンラよりその、まあ、打ってくれるとまあ別にいいかなと思ってると思うんで、なんだこれってことですよね、このアタック、でもまあ手札デュアルショットがあるっていうのは分かると思うんで、でいや天使が手札あるとすれば、そのここで打ってくれた方がいいんですよね、ショック打たれるより、天使は初音の天使が3枚ありますね、はい、でセトルがあります、残骸の漂着もあると、土地がない、難しいですね、原根さんからするとでも1回テイクして次セトルでどっちもやった方が、まあ、見た目相手なんか多分このプレイしたんだったらもう1回やってくるだろうって考えてテイクするかもしれないし、まあ、ちょっと悩ましいですね、これはどっちでも裏目からテイクしましたね、テイクしました、残りライフは13、なんかブロッカーがいた方がなんか結構相手が殴ってきやすいというか、構えてるのが分かりづらいのが、天使がでかいのってサイズアップすると土地です、ね、あの1、3も2、4になるからデュアルショット受けないっていうのは、そうですね、これ花江さん土地を置いてエンドするのかな、難しいですね、これ相手がその今殴ってきたので、はい、フックかデュアルショットがあるのがもう分かっちゃったんですよね、分かった上で発明の天使を出すとそこに突っ込む可能性高いですよね、あその戦場に出た効果で、少なくともショック、最低でもショックなんで、発明の天使を一体絶対やられちゃいますよね、で横に広げようとすると3点くらってフェロキでライフリンクはあんまり意味がないですよね、はいはいはい、なのでそれを読んでどうするかですよね、初詣天使出した結果、あ出しますね、ただこれは 4-3 にすると思います、1点くらって、1点を先にくらってはダメ、トリガー、いや大丈夫ですね、トリガー、はい、大丈夫ですね、先にトリガー、先にフェロキドンで1点を、はい、でこれは原根さんあれですね、おそらくここでデュアルショット打たれたら、まあ、2点は覚悟して食らいますね、でフェロキドン殴ってきたら多分トリプルブロックするかな、行くしかない、まあ、フェロキドンさんやってしまえば手札の発明選手の複数の選手が生きてくるので、ちょっとリスクを覚悟して複数ブロックすると思いますね、その場合は、さあこの天使に対して両手打ちプラス1カウンターを乗せるという選択をされる前にまず破壊することを選びました。これが落ちてで2体出しますね、これはちょっと2体痛いですけど、もう出すしかないですね、ですね、スムーテーション製造能力は、ね、ここでこの返しが大事です、ラデックさんがここで何も引かなければ天使の連打がこう結ぶ可能性高いんですが、さあソンコマドしてこれはどうでもいいですね、
土地土地損関係ないか。でラデックさんもここアタックしたいんですが、はい、フルクトンアタックすると1、3と相打ちになっちゃいますよね。で損攻戻ってくるだけなので状況的に全然良くないので、はい、このターンこの場で押してるように見えて意外と殴れなくなりましたよね。このアドバンテージ右はちょっとね、これは今のターンのドローで結構ひっくり返りましたよね。ここで発明の天使次出されると一気に花根さんの方が有利になるかなって気がしますよね、はい。まあ、花根さんはフェロキドンへの回答を何らか引いてくるだけでおそらくかなり勝利が近づくので、これは花根さんからしたら垂涎のアタックですね。ですね、絶対トリプルブロックすると思います。もうトリプルブロックしないとリターン勝ちできないし、はい、フェロキドンがいるともうどうしようもないので、まあ、トリプルブロックすると思いますね。うん、もうしょうがないですね。ケンラをブロックしていたらゲームにならないので。そうですね、トリプルブロック、はい、これもう僕が思ってる通りのプレーを毎回原田君してくれるので、やはりもう本当に慣れてますね。上から見てる僕と同じ意見を言うっていうのはものすごいことですからね。そうですね、実際に試合しながらとんでもないゲームの難しい、ね、持ってると思います。俯瞰的なイメージをしっかり持ってゲームしてるということですから、この往診の贈り物できるどう勝つかというビジョンが明確に、ね、卓越したプレーだと思います。さあトリプルブロック、これはもうどうしようもないので、フェロキドンと1さんが相打ちになる形になるのではないかと。ここはおそらくなんですがアタックしちゃいけなかったですね。うん、まあ、とはいうのは僕らの、まあ、視線の話 で、ね、で原根さんの判断の間違い次第ではすごいいいアタックになった可能性あるんですが、結果的にこの原根君が高ブロックをしたことでアタックしちゃいけないアタックになってしまいましたね。そうですね、損攻戻しは返ってきますが、しっかり相手を咎めるアタックができて、できた原根さんはさすがに素晴らしいと思います。はい、さあこれは天使いきますね。ここから発明を、あ、賞罰も引いてましたね。ということは、まあ、どっちにしろかなりいい盤面になってましたね。はいはいはい、ここは天使を 4-3 にするか難しいですが、まあ、横に散らかすと思いますね、ここは。はい、まずは発明の天使、まあ、スタック効いてますね、あるかどうか、まあ、ないっていう、ないなら製造能力が解決され、天使を大きくしたりはしないですか。まあ、おそらく連打した時にその、まあ、残ったらどうせ多分勝つと思うんで、まあ、多分僕は散らかしてトップデックで軽く引かれたときに盤面強い方が負け筋がないと思うので、ここは僕は、うん、出すと思いますし、原根さんも事実そうしましたね。はい、22トークンが4体という硬い盤面になりました。これいいと思います。なぜならこうしとかないと、はい、そのトップで除去されたときにちょっと盤面きついですよね。損攻戻しも 2-3 になりますし、ライフ8しかないですから、まだまだ全然油断できないですよね。さあこれで除去されても 1-1 が4体という状況ですもんね。そしてターンが返ってくれば都合3枚目の発明の天使と、ターン返ってくるとね4枚目なんですよね。墓地に1枚、そうか、墓地に1枚あるから4枚目ですね。墓地にで賞罰の天使もあると、まあ、ここは天使連打しますね。1回天使がもう取っちゃえば3点まで確定しますし、 4-3-2-1 にすると今度は 4-3 のやつを除去するためには 2-1 の方を1回除去らなきゃいけないってことになるので、次は 4-3 の天使にすると思いますね。プライチ効果が効くってことですね。効くってことですよね。タフレス4の除去するカードはグローリーブリンガーと、チャンドラはあるんですが、それ以外だとタフレス4除去できないので、次は4歳する可能性が高いです。うん、さあここはケンラが単体でアタック、これはあれですね、相打ちして、フラ裏の 4-4 を作りに行くというプレーですね。原井さんからしかしたらこのアタックをされたことで、ラデックさんの判断に何もないことが分かりましたね。そうですね、うん、それが透けて見えたということで、まあ、ここは安心して 2-2 で相打ちに持っていって、さあここはまあこのまま落ちるんじゃないかな、ラデックさんもまあ考えることはないですね、はい、これもう相打ちしかないので、もし受給があったとしても相打ちなので土地を置いて出しましたね。さあこれで 4-3 を作りに行くと思います。あれですよね、まあ、賞罰もあるかもしれないですね。そうですね、賞罰で剣羅を処理するとかも、ね、まあ、ただ、まあ、回復しに行きます、うんうん、ブロッカーいっぱいいるとので、あ、まあ、散らかしましたね。お、盤面を固くして、これでもいいと思います。お祭り、これでもいいと思います、はい、でプラス1修正を受けた発明の天使が3点回復を、まあ、あまりあれですよね、どうせ除去ないので、まあ、残ったらどうせ勝つしっていう、まあ、どうせ除去されてもいい、あ、そうですね、これチャンドラ引かれたから好プレーになりましたね。確かに 4-3 だと1枚落とされていたが、はい、製造でトークモードにしたので1-1が対応に、これでチャンドラでもし余震場除去ったとしても残りますし、はい、そうなった場合今そう横に展開した分で加冠した分をしっかり補ってブロックできますよね。はい、決勝戦
行っております。日本対ポーランド、ポーランドが現在1本リードしている状態です。ここで原根さんが勝つと A 卓に勝負の行方は委ねられると。ちょっと一旦遅かったですよね。チャンドラも一旦早かったら原根さんからしたらちょっとかなり厳しい状況になってたんですが、ここはちょっとチャンドラが一旦ずれた分で原根さんの方がかなり有利になりましたね。ライフがもうちょっと詰めれないですよね。賞罰で剣羅ももう行かれるところまでも見えてるので、原根さんからしたらもう剣羅は多分テイクするんじゃないかと気がしますよね。ほう、チャンプしてもいいですけど、もうライフ別にその見かけ除去絶対持ってないんですよ。でこのチャンドラが今のトップデックなのはもう分かってるので、はい、7まで行くけど開始結局また9まで戻りますよ ね、 そうですね。戻った結果賞罰で剣羅もやれば相手の場合に何もなくなりますよね。もしあエンドしましたね。おーラテクさんここで殴らずエンド全部置きました。賞罰また引きましたね、これ賞罰出しても殴っていいと思いますよ。もう殴りますよ、殴ってもいいと思います。賞罰を出して、そうしますね、はい、4、4を処理して、3体ぐらい殴るかな、4体ぐらい殴ってもいいか、4体ぐらい殴りますね。まあ、1体ぐらいはちょっと残すかもしれないですけど、あもう全部いきましたね。全部いきましたね、決意の、まあ、正直もう勝つ負けるプランがほぼないので、もうこれはいきましたね。グローリーブリンガーで特例された時に、まあ、ダメージいっぱい入る方がいいかなっていう、いう判断かもしれません。10点抜けですか、まあ、10点ですよね、7ですよね、はい、まあ、これも何か引かないと勝てないし、まあ、正直賞罰の2枚目もあるんで、何引かれてもかなり勝てそうですよね。アドバンテージゲージも伸びきるレベル、さあこれはてあの発明の天使をグローリーブリンガーもし引いたとしても特例でやらざるを得なくて、その場合は賞罰の天使が場に残るのでソンコマとしても殴れませんからね。確かに確かに、これはカーリゼブを引きましたかね。ジジカーリゼブだと、飛行だけで6点あって1点は絶対通るので積んでますね。いやこのゲームは原根さんがおおむね、おここで、はい、ラデックさんが投了となって、ポーランド日本は1対1、はい、渡辺優也さん負けましたが原根さんがここで勝ち、最後安岡翔太さんの対戦に戻ります、はい、やはり僕の予想通りでしたね。彼らの成績は現在3人目の3本目まで行くんじゃないかって僕は思ってました、ね、ここまで全員が温まっているのであれば、そうですね、そういう展開になるだろうと。佐々木さんも笑ってますね、まあ、もうこれもいいゲームしようよってことですよね、お互いね、ここまで来たらねと、さすがにね、全員揃いましたね、これは僕の見てきた歴史上のトーナメントの中でも相当凄まじいトーナメントですよね。相当濃いですよね、こんなに毎試合毎試合熱戦が続くこともなかなかないですし、最後のねこのグランドファイナル、はい、ここまで白熱する、ね、この瞬間に立ち会えたことは僕はもうすごい光栄ですね。もうこの時点で幸せですよね、はい、はい、そして安岡さんはいいスタートボーマットですよ。安岡さんはまあもう一流のプレイヤーなので、もちろん当たり前のようにボーマットからスタートしますよね。ちなみにサイクリングは1打目ボーマットをされるかどうかで勝率3割ぐらい変わりますよね。うわ、そこまで変わるんですね。ボーマットに触るカードが4マネ以降のカードしかないので、必然的に4枚まで伸びるんですよね、つまり4枚ドローまでほぼ確定されてしまうので、リソースがすごく厳しくなりますよね。でダメージも4点までほぼ確定するということなので、1マナ4点4枚ドローぐらいまでは確定しちゃうんですよね。4点4枚ドロー、はい、から先行でね、はい、もう、まあ、実際はまあ語弊があって2マナですが、そうですね、2マナ4点4枚ドローぐらいまではほぼ確定しちゃうと、まあ、これはちなみにもう世界最強の動きですよね。カーリゼブから多分ベストムーブですね。これ県内よりもこのマッチアップだったらカーリゼブの方がいいですよね、打点も高いし、なぜなら2万の除去がないためダメージ効率、ダメージ効率はこっちの方がいいですよね。これセトルまでにもう何点入るか分かんないですよね。ですね、ここ剣羅が土地からの剣羅がベストなんですが、できるか収集手ですね。はい、ここは3万の目に到達して、ここはちょっと追加のクロック用意したかったんですが、ここはできずに4点しか入らないですね、はい、さあ攻撃でボーマットは貯金をため、ラガバンが出てきて計4点、14になりました、はい、さあこれはハーシュメンターいきますね。まあもう中あれですよね、センサーされても大してその損じゃないので、まあここは、まあ、1対1出しエザハブ出します、シフター出しますね、ハブスター出しますね、霊気圏の収集艇ですね、手札がねライトニングスタイク2枚なのもそんなに悪くないですね、はいはい、はい、霊気圏の収集艇3マナ3号の機体をカードプレイして、ここ次もし土地詰まってもそんなに脅威じゃないですね。エンドにライトニングスタイク
表にライトニングストライクからボーンガットの貯金を吐き出すことができるので、はいはいはい、そんなにそのライトニングストライクに今あるこの状況もそんなに悪くはないですね、うん、ただこれ次はなんか軽いクリーチャー引きたいです。あ、まあ、これは先生嬉しいですね、はい、ここは検閲、これは正直ハーベスターは価値がかなり薄かったので、うん、まあ、打ってくれてありがとうというところですよね。はいはいはい、さあここはもうドレクエブ多分張るしかないんですが、でもタップインランドですね、タップインランドしかないですね。島は持ってます。島持ってますか、うん、あ、島持ってますね。ただ、ただセトル打つためにあ、そうですね、タップインを消費しておな、そうですね、はい、セトルのために、うん、そうですね、取っとくしかないと思ってる、まあ、そうするとあれですよ、リジングフェースでサイクリングして2点ゲインできるので、まだ間に合うんじゃないかっていう考えをしてるかもしれないですね。ただこの新たな進行をサイクリングで使うべきなのかとかね。そうですね、ライトニングストライク2枚分の価値がありますからね、3マナ払うだけで。そうすると1対2交換、そうですね、残骸の漂着のためにタップインランドを処理しておくか、その場合だと2マナで新たな進行をサイクリングして2点回復ができますが、新たな進行は普通にキャストすると6点回復なので、ここはでもリターンを狙ってドレイクヘブンを置きましたね。ドレイクヘブンプレイ、アンタップインの土地が引ければ見返りはかなりハズレトですね。あら、ただこれはちょっと良くないですね。ハズレトはできればここでは引きたくなかったですね。おそらくですがボーマットカーリズムでアタック、ちょっとボーマットがちょっと、ね、起動しづらくなりましたね、これで。ターンエンドですね。ただここタップインなのでここもセトラプレイできないですね。これは、おそらくですが相当有利になりましたね。ここでアンタップ引かれるかどうかかなり重要だったんですが、タップインということでここでライフ7までいきますよね。7まで行って、はい、て、はい、多分サイクリングを多分リディングフェスサイクリングして、9になってるんですが、そこにアブレードが付けされますよね。で土地はこれはかなりいいですね。ランド、はい、引きからの、はい、アタック、ラガバンが出てきてボーマットも貯金を貯める、はい、ボーマット5、まあ、6までいきますね。これもうほぼ6まで確定しました。あ、6は確定はしないですね。スタックでセトルを打たれたときは確定はしません。さあこの猛攻をピョートルさんは、まあ、これもライフがないのでリディングシリーズをもうサイクリングするしかないですよね。ですね。でこのトークに対してはアブレードでしっかり対処して4点入るので9から4点入って5までいきますね。5ですね。さあサイクリングするか否か、でも6点ゲインするにもあまりないので、あ、6点ゲインに行きましたということを覚悟を決めたかもしれないですね。あ、そうですね、6点ゲインにしましたね。あ、これは好判断ですね。手札のアブレードを使わせずにしっかり、6点ゲインをすると、はい、これは好判断ですね。4点減って9ですかね。これでアブレードを使わせ無駄にさせた分だけライフが、ただここでハズレト出すことができましたね。ハズレトキャスト、ヤトカさんはここで、そうですね、アブレードを使わずに済んだので、ここは、まあ、ここでもうマナを返していくしかなくて、そうするとヤトカさんは比較的楽な感じでゲームできますよね。はいはいはい、おそらくここはもうクリーチャー出していきながらその勲章を打たせて、その後にカウンターパンチを狙いますよね。ここはおそらくですがボーマットと、カーリゼブだけでいくと思います。そして、もしセトルを打たれたらライトニングさんが本体に打って、はい、ボーマットの能力を起動しますよね。まだこのターン土地も置いてないんで、まあ、5枚のうち土地があれば土地を置けばハズレとも動きそうですよね、その分。さあここは、はい、2体でアタック、ラガバントークが出てくる、フォーマットの能力も誘発、そうですね、そうしますね。あと貯金からも、まあ、ここはね、土地伸ばしたいんでちょっと打ってほしいまでありますよね。あ、でもそうはしない、打たなかったですね。漂着はせず、ここはサイクリング、これね、多分漂着したらもう負けだと思ってますよね。ハズレトに対する回答もちょっとないですし、しかもマナも増えてハンドも増えちゃうと、これはちょっとあれですよね、サイクリングのピョーターさんの方が、この判断正しいと思います。はい、サイクリングサイクリングでドレイクを2体展開してこれで受けようと、これとりあえずアブレード打ちますね、多分。あ、打たないかな、いや打ってもいい気はしますが、ちょっと悩んでますよね。プロック宣言まで行かせるかどうか、安岡さん。いや、行かせないと思いますが、ブロック宣言まで行かせるメリットがあんまないんですよね。ただ行かせましたね。お、ここはブロックを許す、
ラガバンと相打ち、ボーマとキャッチ。これだったら本体、いや、あれですね、ボーマットをブロックしてるやつに、アブレードを打って起動するかな。か、まあちょっと難しいですね。もう本体に打ってもいいかもしれないですね。もう盤面はもう気にせず。ハズレの2点のダメージだけで勝つプランもあるので、もう安岡さんここ悩ましいんですが、まあ、ブロックする前に打たなかったってことはもう本体に打つ覚悟があるんじゃないかって気はしています。さあ2マナ寝かせてまだ悩んでいますが、本体の方が良さそうですね。6にしとくと相当詰まるので。あ、いや、しかしアブレードを手前に持ってる。さあこれ、アブレード打ちましたね。おー、ドレイクを破壊する道を。これだとブロック前に打った方が良かったんじゃないかって気がしますね。カールテープの1点が通って、ブロック前だとボーマットをブロックされるってことですか。それを嫌った。ブロック前に打つと確かにボーマットだけをブロックしてくる可能性。その場合はでもどうですかね。3点入るんで、ダメージ的にはいいかな。ただライトニングストライクがその場合なくなっちゃうんで、確かにそれを嫌った可能性ありますね。結局そのストライクを温存できるからここでアブレードを使ってっていう。そうですね。さあこれは領事の権限来ましたね。これはちょっと鬱陶しいですよね。あ、いいって引きましたね。1点、はい、これで7で砂漠。これ多分からおそらくですがカールゼブ行くかな、まあ、セトル打たせに行きますね。これはセトル打たせに行きます。多分もう打ってくれたらもうほぼ勝ちますね。ライトニングストライクあるし、もうドローもできるし土地も伸びるので、しかもこれラガバンが出てしまうとさらに土地1枚ののだからどっちのタイミングで打つか難しいですよね。はい、はい、3体でアタック。ラガバンが能力誘発でラガバンが出る貯金、OK、まあ、出ていいかどうかちょっと聞いてなかったので、もしかしたらこのラガバン出ないかもしれないですね。出ると、まあ、とりあえず1点ゲイン、あ、出ましたね。じゃあ出ましたね、1点ゲイン、はいはい、これ出ちゃいましたね。あの土地1枚得しましたよね。1点ゲインはするんですが、この土地1枚の方が多分価値高いですよね。でこれもセトル打つしかないですよね。打たなければライフが持たないという状況か。安岡さん貯金王ですね。7枚7枚はね、さすがになんかね軽くあれはありますよ。初めて見ましたよ。ただね、ハズレとはちょっとしばらくは動かないかもしれない。あ、でもどうだろう、ここでセトル打たれると動きますね多分。土地が伸びて、土地が3枚以上伸びるんで、7枚全部使い切って動くプランも全然ありますよね。もうこれセトル打ちたくないんですよね。これはまた難しいんですよね。赤タンって本当セトル打つとね、トップデッキも強くなりますし、そのマナの使い先もかなり多いので、ここで土地伸びるとかなり厳しいんですよね。はい、本体に稲妻の一撃を打ち込ん でボーマもちろん起動します。その能力を起動を、はい、ボーマともう6点6点ぐらい入れましたよね。もっと入ってるか、全部7点ぐらい入ってるのかな。7枚なので1回ブロックされて6点入りました、ね、6点1枚6点7枚ドローですよね。で土地が3枚手に入ると、やまちょっとこれはあれですよね、マナが伸びすぎるんでよくわからないことに下手したらこのターンに負けますよね。ライトニングストライクとショックで負けなんで、一応このターン土地を置いてるんで、あ、土地を置いてます。砂漠置いたんで、あ、じゃあ確かにこのターンは負けはないですね。はい、まあ、この2マナでも使いたいので、何かあったらプレイすると思うんですが、ちょっとあれですね、火力1枚もないですね。ボーマ強くない。ただボーマと出すとライフ回復されるんで、もう出さないかもしれないですね。何も。そうですね、ハズレと能力で、あ、1枚だけ出すかな。まあ、6なら関係ない。7と6ではね、これで対戦相手のピュータさんはハズレがおそらく3回起動されるものがもうあるので、何らかのライフを回復するリソースを引かない限りはもう負けが確定してしまいますね。キャストアウト、あとは手札は、キャストアウトがあるので、とりあえずハズレとへの回答はありますね。はい、ただ安岡さんももちろんこんだけ引いてるので、ハズレと多分確かあったはずなので、ハズレともう1枚ありますね。ハズレとは返しで出せるし、ありますね手札に、うん、1点ダメージも与えれるので。さあピョートルさん、ちょっとあれですね、サーチフォーアズカンダとかセンサーとか結構現状ではちょっと無駄配になっちゃってますよね。使い道が土地の方が本当に助かるんですけど、もしかしたらここ先にセンサーをサイクリングした方がいいんじゃないかって話もちょっとされてるかもしれないですけ ど, なるほど。さあここはセンサーされました。はい、ここは、はい、さあこれボーマット1体だけ出したプレイ結構光りましたよね。殴れるようになりましたね。これ1点が変わらない。さあこれピアナラとかはちょっと
無駄牌ですね。回復させてしまうと。そうですね。さあここは土地をまず置きますよね。使い切れないので、もう捨てる候補いろいろ決めてますよね。とりあえずブーマットは行く。あれですか、フェロキドン出してピアナラー出せば、あ、回復はしない、パンプ能力が使える、確かに使える、ピアナラーの。もしかしたらそれを狙ってるかもしれないですね。お、はい、フェロキドンで領事の権限の回復能力を阻止。いや、どうかな、収集手出していくのかな。うん、まあ、とりあえず殴りますってことはピアナラーの能力は使わないということですね。まあ、これちょっと勲章ケアしたいので、安岡さんは勲章はケアした動きはすると思います。ハズレットキャストして回復はさせない、はい、エンドですかね。うん、これで、サイクリングはしない。 5ですね、しない。勲章か瀬取り引かないとほぼ負けですね、この状況は。勲章は持ってる、あ、持ってるんですね、はい、持ってるので2点原始8段ですが、打つと土地がフルタップになってハズレット突き返し走られて負けですね。うん、能力からのでもいいですし、まあ、ちょっと出すアクションもあるので、さすがに手札1枚までは減らせると思うので、う、8だとおそらく負けてるんじゃないかな。安岡さんのハズレットで8点ないじゃなかった気がする。消化しきれないかもしれないですよ、手札ちょっと重かったんで。3-3-1みたいな感じで土地ちょっと なさそうだったんで、3-3-1、確かにドローして、うーん、ちょっともしかしたら外しれない可能性もちょっとありますね。ドローが土地だったら、ドローが土地だったら概ねいけると思います。そうですね、3回使ってで、うん、3回使ってセットランドで、むしろ11って入っていけると思うんですが、いけるのかな。なんか多分ボーマットみたいな感じの反動だったと思うんで。そうですね、ボーマットが2枚やったら、だから普通にキャストしたら、ボーマットあれじゃないですか、1枚もうプレイしたんで、あと1枚しかないんで、あと1枚ですか、はい、おそらく1枚ですね、手札には。うん、10と、うん、これで2点回復されますね。あ、これ、あ、あれ、いや、ディスカードはなかった。ああ、ディスカードしてたら、でも勝ち確でしたね。ただもう勝ってるかもしれないですね、安岡さん、早いので。うん、うん、残りライフが、あ、ありますね、土地ありましたね、うん、土地ありましたね、はい、能力起動、能力起動、能力起動からの、アタック、